キンプリ、大人の王子様に進化した、シンデレラガール 2023MV 公開、ファン涙、まださよなら言うには全然そうすぎる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループキング、リンチェプリンス自身のよう、プベユーチューブチャンネルベストアルバム、 ミスター、4月発売の初回限定版は A 収録されたデビュー曲の新冊版シンデレラガール2023ミュージックビデオ MV をウっく YouTube エディット15日公開したタップ。同曲の歌詞には11時間金のというフレーズがあるが15日午後11時グループの公式ツイッターを更新し受け取ってください。キングプリンス シンデレラガール 2023YouTube エディットです。と YouTube の URL を投稿した。新冊版 MV では王子様衣装をまとった5人が無数のシャンデリアの下でシンデレラガール2023を歌って踊る。巨大シャンデリアの上にはファンの総称でもあるティアラが出現。輝くティアラに照らされながら5人がキラキラの笑顔を浮かべる。 メンバーはベストアルバム発売日の翌日にあたる4月20日から24日にかけ、公式ツイッターで MV 撮影のビハインド写真とともに、同曲に対する思いやファンへのメッセージを発信していた。神宮寺優太 MV 撮影の時、踊っているみんなを見たらデビューした時とは違っていて、 この曲をそれぞれ自分のものにしているというか、その人が5年間で歩んできたものがパフォーマンスに出ているなってふと思いました。岸シユタは僕たちにとって大切な曲で、僕ら自身ももう一度やってみたいし、数年ですけど大人になった自分たちの姿を改めて見てもらいたいし、っていう思いで作りました。大人の王子様に進化した僕らを楽しんでください。 長瀬角、5年前の僕たちがこのセットでやっていても成り立ってなかったというか僕たちが成長したからこそ合うより華やかで孔びやかな世界観になっています。この MV を見ていただいたらイ発で僕らの成長がわかると思います。高橋海人、米印高イコールはしごだか、キングプリンスと,と言ったらシンデレラガール。 っくらい僕らと話せない曲で5年間代表曲として歌い続けてきた思い出もあります。変わっているところも変わっていないところも1秒1秒止めてみてほしいです。平野紫仕様、やっぱりシンデレラガールはこういうのが似合うと言いますか、この曲のキラキラに負けないためにはこれくらいしていないと本当負けちゃうし、僕たちも負けないように輝きたいなと思いながら撮影しました。 キング、リンチェプリンス5月22日をもってメンバーの騎士平野、神宮寺が脱退脱退。平野と神宮寺は脱退と同時にジャニーズ事務所を退所し、騎士も今週をもって退所する。デビュー5周年記念日の5月23日のデビュー記念日からは長瀬、高橋の二人で活動を継続する。ネットでは涙が止まらない。この姿を目に焼きつけます。 本当に素敵な王子様たち、キングプリンスに出会えて、ティアラになれて幸せです。ティアラになれたこと誇りに思います。といった声で溢れ、シンデレラガールの歌詞にちなんで、まださよなら言うには全然そうすぎるし、心が追いついてない。本当にまださよなら言うにはそうすぎます。と、現体制が終わることを悲しむ声も広がっている。 5人体制最後のテレビ出演パフォーマンスは20日放送の NHK 総合メニュー101拡大版50時55分から11時30分特別ステージとして1番シンデレラガールビューティフルフラワーを披露することが発表されている平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。